井上ということで、今日は下北沢に来ました。何をしに来たかっていうと、私今度ライブの衣装を作ろうと思って生地を探しに来ました。ということで早速行ってみたいと思います。レッツゴー。湯沢屋に行ってきました。暑いじゃなくて濡れる適当に喋りすぎて、生地買ったのと、スカートのベースとなるスカートをユニクロで買いました。だから皆さんもお家で真似しやすいものができるかもしれません。雨が、まあなんかやまなそうだったので、買いました。傘を。それで、今、下北沢の、なんか、道を歩いています。古着を探してます。井上ね、よくね、あそこのね、沖縄料理屋に行ったよね。下北に来たら、あそこの沖縄料理屋、チャンプルーって書いてある沖縄料理屋にね、行ったんよく。はい、ということで、古着屋さんにやってきました。全品700円なんですって。ここですよ。じゃあお店の中で、きっと取れないから、行ってみます。下北ってご飯を食べようと思うんですけど、下北はやっぱりカレーなんでしょ？カレーを食べようと思う。じゃあめちゃくちゃ近くに食べログ 3.73 ぐらいのムーナっていうカレー屋があったので行ってみます。下北は上京したてぐらいの時にハマってて、なんかやっぱり大阪住んでても結構知ってたから下北という存在で、その時とか古着にハマってたんで、高1高2の時からよく来てました。着いた。ムーナどこだ、どこ行ってみます。外観という外観じゃない、飲めるカレー屋だって。4階について、やだ、やってない、もうやってないじゃないの。やってなかったので、ナスオヤジって店に行きます。下北のなんか思い出、朝まで飲んだことある二十歳になって1年後ぐらいかな。楽しくって友達と何人か、なんか眠くなっちゃうんですよね。寝ちゃう。音楽カレー食堂ナスオヤジ63歩ですって。500円。マジか。すいません、はい、あのグラスビールとサラダのセット、失礼します。うめー。今度ねやっぱり松木里奈ちゃんとお酒飲みたいんですよサラダもいただきます。ごまどれです。これイヤホンつけてたら ASMR できましたよね、絶対。めちゃめちゃうまそう。マジゆで卵のこの色、浸った色よこれ。
りスパイシーな感じもするから食べやすい。卵さん終わります。おいしい。いただきます。卵だよ。これ量的には多め、なので男性もすごく食べやすい。お腹いっぱい、やばい。美味しかった。めっちゃ美味しかった。これから結構行く気がする。それぐらい居心地がめっちゃいい。私このモカっていうところにね結構行ってた。ちょっと入ってみます。ということで、なんと井上今月もう買い物終了すると宣言したつもりだったんですが、買い物をしてしまいました。セットアップ買いました。買い物できてよかったです。そんな感じかな。皆様見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくね。やばい、街中でこれやってるのめちゃめちゃ YouTuber。 バイバイ。